どうも皆さんこんにちは、こんばんは、折り紙です。イエーイ。まずはメンバー紹介、ボイパ孝太郎。ベース、ムロハッピーハッピーサード、てっちゃん。ハッピーハッピーハッピーセカンド、かなみ。ハッピー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 ファースト、ひまり。ハッピー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 。そしてリードのコースです、よろしくお願いします。ハッピーハッピーみこざん。私たちは2年の同期のチームの折り紙です。折り紙です。お願いします。もう一回来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで始まりましたけども、始まりました。折り紙説明しとかないと分からない。確かに、なんで折り紙っていうか分からないですね。そうですね。確かに折り紙っていうのは美しい音色を織りなすですよね。そうなんですよ。ちゃんと漢字の名前があるんですよ。そうなんです。肩を織るに毛みたいなの書いて美しいって書くんですけど、ね、別に目の前に折り紙があって折り紙してことなんですね。そんなわけじゃないですよね。そんなわけじゃないですけど、はい、ここに折り紙あるんですけど、こういうのつけてやってるんですけど、はい、今やってます。そう、取れちゃうので今、ね、ちょっと今日取れちゃうんですけど、ってことで、はい、1曲目2曲目いきます。多分聴いたら何の曲かある程度の人は聴いたことあると思うんですけど、はい、学園天国を歌わせていただこうと思います。皆さん、歌に合わせてよければ手とか挙げていただけると嬉しいです。お願いします。使ってく、あのサイリウムも使ってぜひ使ってくださいね。ぜひぜひ、はい、お願いします。楽しいですね。楽しいですね。はい、私たちも初めての
こういう大きい舞台なので、はい、そうですね。でも、もう最後ですよ、もう最後。はい、そうです。早い曲です。早いです。そうです。最後の曲は、ちょうど1年前ぐらいにこのチームできたんですけども、そうでしたね。そうです。思い出のあの曲をやらせていただきたいんです。はい、最初の曲ですよね。そうです。最初の曲です。最初の曲ですね。花占いです。花占い。バンディさんの花占いを歌わせていただきます。はい。ということで、よろしくお願いします。最後、1曲楽しんでください。楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。街の夕焼けに溶けた僕たちはまだ足りだろうか、風が吹く僕たちを乗せて二人でちぎったなに願いを込めて、ね顔なら僕たちの